ジャン君。こんちゃんの横に。ジャン君ご飯食べておいで。お水も飲んだき。ジャン君。あら。書いちゃった。なんとなく不穏を感じた。明日はですね、ジャン君手術の日です。手術の日の前の日は、今日夜の10時から、以降はご飯食べられません。すいません、すいません、あなたもです。あなたも付き合っていただくことになります。ごめんね。人間の時に、クロケンパパが、大腸ポリープの切除の時にですね、絶食するんですが、その時にマオイママさんも付き合ってます。うちってそんなうちです。ということで、ジャン君ごめんね、明日大変だと思いますが頑張ってね。頑張ってね。うん、そして朝の6時以降は水も飲めません。はい、それをやるときにですね、間違いなく、水を部屋からなくすこと、うん、これちょっと ね早起きをして目覚ましをかけてやります。なんとか明日いい状態で、手術してですね、ちゃんと、健康な状態になりましょう。頑張ろうぜ。頑張ろう。今9時20分です。ジャン君、10時になるとご飯がなくなるから今食べた方がいいよ。ジャン君、ポンちゃんも、ポンちゃん、とばっちりで悪いけどご飯なくなるよ。ジャン君もポンちゃんもさ、ちょっと前に食べてたよね。あの、何時ぐらいかな、まあ、無理やり、多めに食べさせると良くないと思うから、うん、自然に、うん、10時になったらご飯なくなるよ。あと40分ですよ。まあ食べたくなった。大腸ポリープの時に一番最初8時でご飯がなくなると思って8時ちょっと前にどか食いしたら大変なことになったからね。大丈夫？大丈夫？さて、それでは10時近くなったので、あ、大丈夫かな。こういう細かいのも拾っとこうかな。じゃあご飯、今日はもうこれでおしまいですよ。まあ気がつかないよね。とばっちりポンちゃん、ごめんね、明日の朝までご飯食べられません。はい、ジャン君、ジャン君は体のためにね、明日の手術を成功させるために仕方ないです。頑張ろうね。はい、ご飯は取り上げられて、明日の朝、まあ手術までだね、ご飯は食べられません。ごめんね。で、明日朝6時に、水を取り上げます。あんまりよくわかってないね。じゃあね、おやすみ。